すれぬし。日本の嫌感はその根が深い。政官論、朝鮮半島を征伐して国力を培おうという理論ですが、元はといえば、これは幕末から本格的に登場したもので、ひいては人心和乱、文禄、慶長の役がその起点だと言える。そもそも日本書紀を見ても、そのような本音が込められている状況である。見まな日本不説、神宮皇后物語など、もしかすると、日本人の情緒には、朝鮮半島を侵奪するという考えが、基本的にあるのかもしれない。それを正当化するための感情が、嫌感なのだ。もちろん、日本にも平和的な交流を主張する人がいることは、いるが、いつも少数派である。韓国の反応。日本には、地震が多いので、安全な場所を探そうとする本能ではないか。それで、朝鮮半島が欲しいのだろう。韓国の三国時代にも、倭寇をしながら劣等感でブルブル震えていたのに。日本は、ずっと嫌感をしろ。韓国はそのうち日本より、豊かな生活をする様になって、日本の奴らはもっとブルブルするから。論理的な穏健派は、知識人で、争いが好きではない。無論理強硬派は脳にうどん玉が入っているので、声だけが大きく過激で、刃物を持って暴れるんだ。だから、もともと無知な人間と戦うのが一番大変だ。鬼神も無知な鬼神には、お守りも通じない根本的に大陸と交易するためには、朝鮮半島を通らなければならない。日本が朝鮮を近代化させたと強く強調することも、実はそれだけ国力を積み込んだ面があったので、日帝時代の領土の中でも、特に韓国の領土を取り戻すべきだという右翼の主張が強い。未だに韓国を朝鮮末期の朝鮮半島程度に思っているようだが、もう日本には負けない。実は、朝鮮末期にも一度戦ってみる価値はあった。根本的に日帝は経済力が良い方ではなかったのだ。しかし、親日派が台無しにした人心和乱の時、倭寇が債家を盗んだのが有名だ。根本的に日本の嫌感を断ち切る方法はないという気もする。日本から嫌感をなくすには、東京を占領して、韓国軍が行進しなければならないだろう。そうしてこそ、韓国が自分たちより強い国なので抵抗してはならないと思う様になるだろう。日本は第二次世界大戦を運が悪くて負けたと思っている。だから日本はもう一度朝鮮半島を攻める機会を狙っていると思う。その機会が第二次朝鮮戦争だと思っているようだ。朝鮮半島に再び進出したい欲望は間違いないが、その方法は何だろうか？日本が長距離ミサイルを開発するということを見ると、北朝鮮先制攻撃をして北朝鮮を占領するのかも。倭寇は最初から謀略していた盗賊の奴らで、教授が言ったことを思い出すね。無論理の強硬派はいつも論理的な穏健派に勝つという。